いや、これはですね、どういうことというのは現地で人々に話を聞いたり、まあ、ミーティングしたりした時のノートです、はい。もう関わりを持ってどれぐらいになるんでしたっけ、スーダン、そして南スーダンはですから10年前から、うん、ですから10年ぐらいですね。本当にじゃあいろいろな現地の方々とのお知り合いも、はい、そうですね、はい、南スーダン、ジバにも友達とか多いですね、うん、はい、この10年の移り変わりご覧になっていて、はい、今井さんいかがですか。10年間、本当に10年でこんなに変わることがあるのかっていう感じですね、はい、私が行ったところはみんな平穏で、穏やかで治安も良くて泥棒はいないと言われていましたけども、今は毎晩毎晩銃声が聞こえるようなところになってしまっているので、本当に信じられないですね、はい、去年の 昨年の秋口ですよね、はいはいはい、支援にも行かれて、はい、今井さんご覧になってきた南スーダン、はい、状況としては都市部そして周辺部、はい、状況どうでしょうか。先に周辺部の方からお話をすると、周辺部は昨年の、7月以降後半に戦闘が拡大していきまして、で、一番最もひどいと言われているのは国の南の一番南側の、ウガンダとかの国境に近いところなんですけれども、いくつも多くの村がですね、もう襲撃を受けて無人化してますね、ですから私も写真見ましたけれども、家は焼かれて人々はレイプをされたり、誘拐もされたり、もちろん家は略奪されてというような形で、そういったひどい状況がありますね、はい、そういった部分で難民の方、家を追われる方も絶えないし、で一方でその周辺部での支援というのは具体的にどういうことが今必要になってやってこられたんですか。食料の確保、そうですね、なかなかそういったところには人道支援団体、私たちのような NGO ですか、国連もですね行けないんですね、それはスーダン政府、南スーダン政府が相当規制をしているということもあっていけないんですが、あるいはもちろんセキュリティ安全上がまだ危険だということでいけないということもあるんですけれども、でそうしますとなかなか直接の支援が難しくてですね、現実にはそういったところからこう避難を難民になって国の外に出た人、あるいは避難民として南スーダン国内でこうどっか別の場所に避難した人に対する支援が中心になっているんですけれども、ただ私たちはその中でもたまたまといいますか、比較的こう状況がその後回復してある程度その住民の方が戻った村っていうのがありまして、そこに対しては12月に食料の支援を行いました。現状についてはですね、とにかく今言ったような形で多くの場所で村が破壊されたりしていて、で当然そこに住んでいる人たちも黙っているわけではなくて、どんどん新しいその反政府勢力、もともとは村の自警団のようなものだったのが武装グループになったりですとかというのが出てきていまして、でそれがそのいわゆる、マシャール元副大統領 その反政府軍に合流している人もいれば合流してない人もいますけれども、あちこちでそういうことが起きているんですね。でその中で南スーダンのごく最近の、この 1,2 週間の話ですけれども、軍の司令官の中にももうこんな状況おかしいと、今の南スーダン政府というのは一部の人間にコントロールされてそういった大量虐殺のようなことをしていて自分は反対だと言ってこう、辞任といいますかね、離れていく司令官もいるんですね、あるいは辞任した大臣も出ています。ですからそういった人たちがまたその別の勢力として今の政府に対してその異議を唱えてというか反対をして戦い始めていますの でそういったことがこう首都の地盤に波及することも大いに考えられますし、その今の首都の地場というのはその民族間の敵対が激しくなって非常に皆さん恐れてるんですね。何かあったらその自分たちがまたその政府軍といいますか大統領派の軍に殺されるのではないかというのを恐れていたりしまして、ですからそういったこう地場の皆さんが怯えている状況と現地の政府の中がこう割れてきているような状況が合わさると、いつどこでその反乱軍、あるいは反乱軍じゃなくても住民の暴動ですとか虐殺が起きるかもしれない、それがジャバである可能性も決して少なくはないと思うので、非常にそういった不安定な状況になっているのが現状だと思いますね。ですから昨年の7月が衝突か戦闘かだったっていう議論はそんな議論しているよりももう状況がどん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 この半年で変わっていてですね、より悪くなっているというのが現状だと思いますね。
まあ、ジュバの市内はですね、銃撃戦が7月にですねあった大統領官邸の前、私も通りましたけれども、こう壁は弾痕で穴だらけですとか、あるいはそのいろんなところでその市場が略奪をされていて、まあ、市場によって場所によってはもうロケット砲で撃たれて焼かれたというような市場もあったそうなんですけども、まあ、私が見たのはその全部もう全部シャッター閉めてですね、無人化した商店街ですとかいましたけれども、まあ、でもそういったこと以上にですね、私がちょっと驚いたというか印象的、まあ、衝撃を受けたのは皆さんの話でですね、その、まあ、地場ではなくてその地方の方では、まあ、子どもたちが子供あの鳥のように鳥を殺すように、まあ、動物を殺すように殺されていると。で必ずしもその銃で殺しているだけではなくて、もう斧とかなたのようなもので、まあ、首をその、まあ、切って殺すようなこともされているですとか、あるいは直接私は千葉にある病院でですね、あのそういった襲撃を受けて逃げてきた、まあ、方々に、まあ、その方たちは頭をこう斧のようなものでこう撃たれて頭に包帯を巻いて入院してらっしゃいましたけれども、まあ、直接あとお話を聞きましたけれども、まあ、あの何人か何家族かのグループで30人とか40人とかいる中で数人が助かって逃げてきたけれども、あとは全員殺されたか誘拐をされたといったような話を聞いたのが非常にまあ衝撃を受けましたね。その犠牲になっているのは、その実行したのは政府側なんですか、それとも反省？いや、あの必ずしもそうでもなくてですね、その政府側あるいは政府系の民兵っていうのは多いんですけれども、ただ私がその病院だった方たちはむしろその反対側の政府側ではない人たちなんですね。ですからその政府側、まあ、あの分かりやすく言うとディンカという、まあ、大統領がその出身民族がありますけれども、でそのディンカの人たちをですね、その襲撃をされている、まあ、その場所でいうとエクアトリア人というふうに呼ばれている人がいますけれども、その人たちが報復のためにまたそのディンカの人、私の一つ話を聞いたのはディンカと一緒になって襲撃をしていたまた別の民族グループなんですけれども、結局そういうようにこうお互いがお互い報復合戦をするような形になっていて、それがもうエスカレートして止まらないというのが今のまあ南スーダンの状況になってますね。今井さんにあの去年僕が電話でお話伺った時にその疑心暗鬼が渦巻いている、どこがどういう形で敵なのか味方なのか襲われるのかわからない、そういう状況がじゃあ本当に続いているということですかね。そういう状況が続いていますね、はい。でもそうなってくるとなかなか簡単な構図でその政府か反政府かっていうことで語るのも非常にまあ誤解を招きやすいというか見誤ってしまいますね。そうですね、まあ、政府というのはある程度はっきりそのまあ大統領派と言いますか、うん、してますけれども、まあ、それも必ずしも全部一枚岩ではないんですけれども、まあ、ある程度それはそれで形としてありますけれども、反政府の方はもう本当にいろんな各地 あのいろんな民族グループがあり、いろんな武装勢力があり、あるいは武装してないグループももちろんありますけれども、が分かれてますね、はい。そのジュバの中ではその戦闘というのは止んでいて均衡は保たれているというような状況なんですか？はい、まあ、均衡ではなくて完全にそれはその政府大統領派がですね、あの掌握をしているという意味で、まあ、あの一応戦闘はない状態なんですけれども、ただその地元の人の話を聞きますと、地場の郊外ではですね、その反政府軍の人が時々その近くまで来ているですとか潜伏しているですとかっていう話を聞きますし、でそういうことがあるからこそその大統領派の軍隊がですね、そういったところを常に警戒をして、で一般の住民の方に対しても結局その一般の住民の方とあるいは、まあ、もし潜伏している反政府側の人がいたとして区別もつかないですから、そのそういったまあ、軍というか兵士は一般の住民に対してもお前らはあの反政府なんだろうということで、まあ、襲撃をしたりレイプをしたりということを繰り返していて、もう住民が近づけないような場所、全く無人化したような場所というのもすぐジュバ の、まあ、10キロ程度郊外ですねでありますね、はい。現場ではですね、まずは人々がなかなか話をしてくれないということがありますね。で、まあ、直接会うと、まあ、今お話をしているようなこんなことがあったっていう話を聞けるんですけれども、ただどうしてもこう電話とか、まあ、あるインターネットでもそうでしょうけれども、で聞くということになりますと皆さん非常にこう盗聴されているのではないかと、で盗聴されていれば自分が何か喋って
その警察あるいは軍が来て捕まって拘束されるのではないかということを恐れています。実際にたくさんの方がジャーナリストですとか一般の方もですね、まあ、そういった、まあ、ことで拘束されていますね。ですから情報はなかなか取りにくい。ただそこに行けば、まあ、ある程度話を聞いたりできますけれども、まあ、現実にはでも日本からそういったところに行くのがですね、なかなか簡単ではないといいますか、私たちのような NGO の人間に対してもあるいは研究者の方に対しても日本の政府はですね渡航規制というのは強くかけて制限をしていまして、なかなか現地にも行けない、現地の情報も入ってこないという状況になっちゃ、なってしまってますね。そうですね、私は2007年から2010年の前半までジュバに住んでおりました。その時の頃はどういうジュバだったんですか？その時は 今からは信じられないんですけれども、うん、非常にこう平穏なジュバでですね、当時は二十何年間続いた南北の内戦が終わって、でそこから何年かして独立投票で独立するわけなんですけれども、皆さん非常にこう希望に満ち溢れていてですね、これから非常にこうまあなんていうんですかね、新しい将来、うんうん、が待っているというようなことで、そういった雰囲気の中で治安面でもすごく安全でしたね。私が住んでいた、集合住宅というか、こう敷地の中に何軒かこう家があるところに住んでいたんですけれども、夜間もですね入り口には鍵かけてないんですよ。家の扉かけてますけれども、その何軒かあるその集合住宅のコンパウンド、敷地のですね、扉というか門というのは鍵もかけずに警備員も置かずにいて、それで何にも起きなかったんですね。ですからそのぐらいジュバというのは夜間も安全なところだったんですけれども、それがまあそれから10年ぐらい経ってますけれども、まあ、こんなに変わるとは誰も想像できなかったですね。はい、ですからジュバはですね、もうとにかくその軍が大統領派の軍がいて、でそれに PKO もいてですね、ですけれども大統領派の軍はそういった住民を襲撃をしたりもしていますし、で PKO というのもその南スーダン政府から、まあ、非常に敵対的な感情を持たれていて、まあ、身動きがなかなか取れないような状況、つまり PKO 部隊が動こうとしても南スーダン政府が許可をしないような状況がありまして、正直言ってその PKO 部隊を増強したり派遣しても非常にできることが限られているわけですね。ですから今本当に必要なことは、そういったもう軍を送るとか新しい任務を与えるということではなくて、まあ、今起きているようなその戦闘状態をどうやって止めるかと、どうやってその全部のいろんな勢力の人が一つのテーブルについて話し合って今の殺しをやめるかということが第一で、そのためにまあ日本も含めて国際社会がどうしていくのかと考えなければいけないと思います。武装解除であったりとか。そうですね、はいはい、まあ、武装解除する前にもちろんその話し合いをするところから、話し合いのテーブルにつくことも今難しい状態になっていますから、というかそういうテーブルがないですから、まあそれを作らなければいけないと思います。具体的にはどういう形態がありますかね、そのあたりもう少し。具体的にはですね、そうですね、まず一番言えるのはですね、まあ、これは日本だけではないんですけれども、ただ日本政府も今の南スーダンのまあサルバキール政権というのをこうはっきりと支持しているわけですね。で一連の昨年の12月の安全保障理事会で日本がその、武器の禁輸に対して棄権の投票をした時にも、まあ、日本の政府はですね、その武器禁輸ではなくてその和平に向けた外交努力が必要だと、で外交努力が必要なことはもちろんそうだと思いますけれども、でそのために日本政府は大統領にキール大統領に特使を送ったと言っていて、キール大統領の取り組みを、まあ、支持支援して後押しをしていきたいと言っていましたけれども、実際にはそのサルバキール政権はですね、まあ、今お話をしたようなことをやっていまして、で多くの反対勢力が日々生まれている状況なので、そのキール政権を後押しするということではなくて、そのキール政権と他のいろんな勢力が話し合うような場を作る。でどうやって作るかというのはいろんなやり方があって、例えばそういった、まあ、幹部なり何かの方を招待をして、国外のどこかに招いてですね、最初は非公式でもいいかもしれませんけれども、そういった話は信頼醸成の場ですね、そういったものを作っていくであるとか、そういったこうアプローチをしていかないと、今とにかくこうアプローチの入り口の段階で、いや日本は、いや日本だけではなくて結構多くの国がそうなんですけども、もうキール政権を支持しますと
で皆さん結構恐れているのはキール政権を支持しないとかえってまた混乱が大きくなってしまうとか、たくさんの反政府勢力があったらまとめるのが大変なので、まずはキール政権を支持していればなんとかなるんではないかといったようなことが、まあ考え方としてあると思うんですけれども、でもそれはもうこの何ヶ月間かで明らかにうまくいってないです。どんどん状況悪くなっていますので、もう一回最初からその全ての勢力、まあ非武装の勢力も含めて武装勢力も含めて集まるような場、話し合いの場を、まあ公式非公式含めて作るような努力をしなければいけないと思いますね。明日はですね、まずは現状を知ってもらわなければいけないということで、私が現地で見てきました。さっき言ったその、まあ、村が略奪されて、まあ、襲撃を受けて逃げてきた方の話ですとか、まあ、襲われて病院に入院している方の話をしたいと思います。その上でその自衛隊のですね、つまり戦闘だったかその衝突だったかといったようなことではなくて、今の南スーダンの人たちに対して日本が、まあ、国際社会の一員として何ができるのかということを考えてほしいといった話をしたいと思っています。本当に必要な日本がやるべき支援の形ですよね、はいはいはい、文民警察の話とか、はい、そういった案もいろいろ発信されてましたよね。それは文民警察の話はその日本ではそのあたかも何か日本が貢献するというと自衛隊派遣しかないような、あるいは PKO の貢献というのは自衛隊だけのようなふうに、まあ、当然皆さん国民の方はそういうふうな情報の受け取り方をしているので思ってらっしゃると思いますけれども、でも実際にはその PKO というのは必ずしもその武力だけではなくて、その他に文民部門という、まあ、文民警察部門もありますし、その他に警察でもない、例えば行政機構 の整理ですとか、いろんなこう支援をする人たちも、まあ、スタッフとしているわけですよね。ですから日本は PKO に協力するといったときに、そういった非軍事部門でその専門家ですとかいろんな人を派遣したり協力ができるわけなんですけれども、ただそれが全然なんていうかこう選択肢として示されもしないままに自衛隊の話が進んでいると思うので、その点はまあ私もちょっと強調言いたいところですね、はい、実際に今井さんがまあ長らく地元の方々と関わってきて、はいはいはい、そしてまあ去年も、はい、状況が刻々と深刻化する中、はい、現地に行かれて、はいはいはい、地域地元の皆さん方が一番望まれている支援って皆さんどんなふうなことをおっしゃいますか？一番求めているものは、まあ、とにかくその戦闘こういった殺し屋がなくなって安心して、まあ、夜眠りたいとか、まあ、とにかくジュバで私が話をするともうジュバを出たいというふうに皆さんおっしゃってますよね。特に小さなお子さんを抱えた子供を抱えたその家庭ですと、もう言葉がみんな怯えているわけですね。夜その銃声があちこちでこう近所でも銃声がしてきますから、子供が怯えてしまっているのでもうジュバを離れたいと、まあ、だけれどもそれはもちろん経済的な理由ですとかなかなか離れられないんですけれども、でそういったことがない、まあ、子供が安心して生活できるようなまあ、戦闘が起きないような状態というのがもう一つと、もう一つはやっぱりまあ食べ物ですよね。食べ物がないというのはつまり収入も少ないですし、例えば公務員をやっていてももう賃金が未払いであるとかで、あるいは物価が非常に高くなっていると、これはもう今世界最悪のインフレになっていて、去年に比べると物価がまあ8倍とかになっているわけなんですけれども、もう物が買えないということで、地場の中でも遠くまで歩いて行って草を取ってきて食べたりしている人たちがいますから、でそういった意味でその本当に食料もない、あるいは、まあ、本当に経済が破綻しているのが大きな問題なんですけれども、なんとかそう戦闘、まあ、それはもちろん戦闘の今内戦があるからそうなっているので、戦闘を止めて経済を回復させて人々の仕事についてというのがこう一番皆さんこう望んでいる、なんとか安心してそして食べていかなければいけないということですね。そうですね、まあ、とにかく南スーダンで起きていることを知ってほしいと思いますね、まあ、それはですからそういったことも私がやらなければいけない役割なんですけれども、まあ、それで現地の人はですね、とにかく忘れてほしくないというか、自分たちがそこでこれだけ大変なことに目に遭っているということをこう知ってほしいと思っていますね。
で私がその支援をした時に非常に皆さんこう喜んでいて、でいつも非常に大変な生活で本当に食べるものもない中で、まあ、皆さんやっと笑顔になっていたんですけれども、やっぱりそれっていうのは、まあ、これも私の南スーダンの友人が言ったんですけども、みんなそこで笑うのはやっぱりそれは自分がねその世界から忘れられていないっていうことに気がついて笑顔になってるんだっていうのをおっしゃってましたけれども、そういう意味でその皆さんにぜひ関心を持って、そういった南スーダンの人たちのことを考えている人がいるということをこうぜひあのいろんな形を通じて、いろんな形っていうのはそれは具体的にはあの、まあ、私どもに募金をしていただければ本当にそれもまたありがたいんですけれども、あるいはその関心を持ってもらって、それは日本今の日本政府に対して何かあの意見投書するとかっていうのももちろんいいんでしょうけれども、何かそういったことをしてですね、あのぜひ南スーダンに対してその世界のみんながこう応援しているというところをこう、まあ、あの伝えてほしいと言いますかというふうに思います。はい。その理由はですね、いや私もそんなに明確にこれが理由ですというふうなお答えはあのできないんですけれども、そのただ一つはですね、皆さん例えば日本にいる皆さんはそんな危険な場所にというふうに思うでしょうけれども、実際にそこで生活している方がいらっしゃって、その人たちにとってはそこが自分の故郷であり自分の生活の場なんですね。ですからその人たちにとってはそこが当たり前、たとえどんな状況にあってもやはりそこで暮らしていきたいということがあって、で実際に、さまざまな困難な状況があっても子どもたちは日々その、まあ、学校に通っている子どももいるし、まあ、通えない子も多いんですけれども、子どもが遊んだりですとかっていう普通の日常風景もあるわけですね。ですから私はそこに行くことがそんなに特別なその危険地に行くとかということとは思っていませんし、うん、でそういった方たちがですね、本当だったらごく普通の生活をしている、それを生活ができるはずの人たちがこういった状況に陥っていることに対して、やはり自分はまあ何て言うんですかね、まあ、その人たちを知ってますから、もう私10年間ぐらい関わっていて知っているので、その人たちがいることに何ていうかこう目をつぶるっていうことはちょっとできないっていう感じですね。はい。まあ、自衛隊はあの撤退すべきだと思いますけれども、まあ、南スーダンの今戦闘の当事者の、まあ、政治家というか軍事司令官たちはですね、まあ、残念ながらその様々な利害対立とかは軍事でもって解決をすべきだとか、軍事で解決できるんだというふうに力で解決するというふうな考え方がですね、もう非常に強いんですね。これはもうずっと50年間過去内戦が続いてきた国でですね、もうそういった考え方になってしまっているわけなんですけれども、で日本はですね、その、まあ、日本国憲法ができたときに、憲法の9条ができたときに、そのいろんな紛争、まあ、国際的な紛争、でもその精神は国際的な紛争だけではなくて、さまざまな紛争についてその武力をもっての解決方法、その武力を放棄をするというふうにまあ謳ったわけで、それはまあ日本がもちろんその戦争から学んだことなんですけれども、であるならば日本はその争いをですね、その武力では解決できないんだと、解決すべきではないし解決もできないんだということをその日本からのメッセージとして伝えるべきだと思うんですよね。ですから自衛隊を派遣することではなくて、そういったメッセージを伝えながら、まあ、さっきお話をしたようなその和平交渉へのさまざまな働きかけをすべきだと思っています。ありがとうございました。ありがとうございました。